パラデルの電池誘導速攻2分で理解しようっていう動画です。まずはざっくり理解、そして詳しい解説、そして練習問題となっていきます。その前に俺たちがやりたい時期でやりたいこと2つだったんだよね。モーターと発電。今回は発電の方だということ。そしてこの式は全部まとめて関連させて覚えてねっていう話でした。そしてそれが頭にある程度入ってるという前提で、さあ今から2分間で用意。スタート はい、まず結論何かっていうと胴体棒が磁力線をズバズバズバって切り裂く時に誘導起電力が発生するぜちなみにこれを電磁誘導って言うんだけどそ,うその時の起電力の大きさをファラデーの電磁誘導の法則っていうので表せてその電磁起電力の大きさはこういう式なんだよってそしてそれぞれの意味とかはこういう感じになるんだぜっていうこと。そして ちなみに、起電力の大きさってあるんだから、向きは実は次の動画で解説します。はい。まずは何ボルトの電池になるんですかっていう話。起電力があるっていうのは電池っていうことを1回目のシリーズ1回目でやったね。そして次に、これ、切り裂くイメージね。磁力線が上向きにズバズバズバってこう出てる。磁力線が、おっとっと、こういう感じでズバズバズバって出てる。そこを棒がズバズバってこういうとズバズバズバってこう切り裂いていくわけです。ズバズバズバって。ね。はい。 こうやって切っていくと起電力が発生しますこいつが電池になっちゃうって話こういう電池起電力が発生する逆によいしょ斜めに切ってもいいんだけどかりますこうある中でこうだと切れないでしょこうだと切れるけどこれは縦に切ったら電池なんないよって話 オッケーということで、はい、ここまで1分33秒はい、えー、2分間でファラデーの電磁度の法則ざっくりと分かりました。ということでもうちょっと詳しく説明するねまずこれね電磁度の法則でさっきやったこのねファイっていうのは BS だったんだそして今回は何本切り裂きましたかって話なのこのファイは。 デルタ T 病間の時速の変化っていわれてるんだけどつまり胴体棒がズバズバズバって、はい、10本切ったぜって微小時間デルタ t の間に10本切ったぜとか8本切ったぜとか20本切ったぜ当然たくさん切った方がよりたくさん発電するんだ。ということで何本切り裂きましたかっていうことがデルタファイ時間で割ってるから1秒あたり何本切ったかたくさん1秒あたり切った方が発電量が大きいってこと。 そしてこの N っていうのはコイルの巻き数ぐるぐるたくさん巻いてるコイルの方がたくさん発電するよね2回巻き3回巻き4回巻きって巻き数が増えるほどに良いただし胴体棒にレールが乗ってるっていうタイプのコイルこれね胴体棒がああレールがある そして胴体棒が乗っける。そうするとこういうね胴体のレールに胴体棒が乗ってるからこういう回路だよねそしてこの棒をバーって動かしていったらこの回路自体は一周だから大体みんながやる時は n=1 ってやることが多いそして次いくぞイコーー b s っていうのはこの切り裂いた本数を計算するために使う、b、でね s っていうのは 同体棒がデルタ T の間に磁力線を切り裂いた面積です。だからこの時間ちょっとねこれ T イコール0秒これ T イコールデルタ T まあ0.1秒とかその間に切った面積って言ったら磁力線こうやって出ててはいこうやって出ててここの部分の面積が切り裂いた面積デルタ S だなね。その面積に時速密度をかけたら 切り裂いた本数が分かるでしょっていう話でした。あとここの部分は関連して一応頭にあるといいけど今回はあんま使わないことが多いです。後々出てくるんだけど実は。はい。ということでああこれさっきのイメージですね。よいしょこいつがデルタ T 秒間の間によいしょデルタ T 秒間の間にズバズバズバって切り裂いた。 はい、切り裂いた部分の面積はここだよね。デルタ S ということで、えー、最後練習問題をやっていこう。誘導起電力の大きさ V を求めろという問題、えー、こんなふうにして一様な磁場がここ全体にあって長さ L のレール胴体レールに胴体棒が乗っている。横に動かすとこうやって今上向きの 矢印がなくなっちゃったな当たった,ったはい上向きの磁力線がここにバーって出てるんだよね上向きの磁力線がその磁力線をこのレ棒がバーって切っていくんだよねはいそうするとこんなふうにしてまず考えますこれ丁寧なバージョンねこれ t=0 とするよそしてよいしょえー、っとこれコピーして貼ってよいしょはいデルタ t までにここまで動いたとしよう そしたたら切り裂いた部分ってどここここれがうんとこれがデルタ s じゃあこの間この面積っていくらここの間の距離が分かればいいよね速さ V でデルタ t 動くんだから v デルタ t だよねこの距離で高さが L だからだから面積は えー、LV デルタ T ってわかるそしたら回答ファラデーの電磁誘導の法則いつも通り V イコール絶対値マイナス L デルタファイデルタ T でデルタファイっていくら B デルタ S 今デルタ S いくらはい。LV デルタ T コイルの巻き数は一回だよねそうだよねこれコイルはぐるって一周しか巻いてないねぐる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 導線で巻いてたりしてないね ということでそれを代入してあげるそして物理量は全部正だから絶対値簡単に外れるそうすると V イコール VBL ってなるこの式はよく使う棒がまっすぐ磁場を切るときの誘導起電力の大きさはいつもこれ覚え方これ和田が勝手に作った僕はビビるー <laughs> 僕はビビるで覚えてくださいだからここに書くとこんな感じになるわけよこんな感じこの電池の向きはまだみんな教えてないんだけど VBL の電池になるぜって話そしたらこの回路超簡単で抵抗 R でこれは VBL の電池になるんだからね起電力 VBL の電池そしたらこっちに電流 I が流れて これ RI 電圧効果するから、えー、キル2を使うと VBL 引く RI は0で流れる誘導電流は R 分の VBL っていう風にして誘導電流の大きさまでこうやって分かっちゃうそう起電力さえ分かっちゃえばあとはただの電池と思ってやればいいこれがファラデーの電池誘導のすぐだからまとめると僕がバーって切ったらビビるの電池になるぜっていうこれだけめっちゃ簡単でしょめっちゃ簡単でしょ ということで、恐れないでください。恐れないでください。で、毎回この式も使う必要ないです。棒が切り裂くんだったら、ビビるの電池。ただし、斜めだったり回転したり、いろいろあったときは、ここに戻ろう。っていう話。OK。はい、皆さん、いい感じです。